日本東京都世田谷区カラス山地域、上北沢上北沢は、東京都世田谷区の町名。住居表示実施済み。現行行政地名は、上北沢1丁目から上北沢5丁目。郵便番号156-0057。東京都世田谷区北辺のほぼ中央に位置し、カラス山地域に属する。南から1.2、3丁目、京王線の線路を挟んで4丁目。 北側の五丁目は、杉並区に突き出している。東で桜上水、南で船橋、西で八幡山、北で、杉並区上高井戸、下高井戸と隣接する。一丁目は、住宅地が多くを占める。二丁目は、東京都立、松沢病院、東京都立中部総合精神保健センターが、大部分を占めており、居住人口は162人と少ない。三丁目は、 上北沢駅から伸びる直線道路から特徴的に伸びる放射状の区画に沿って大正時代に開発された歴史ある高級住宅地が広がっており通称六骨通りと呼ばれる街路の桜並木は世田谷百景にも選ばれている4丁目は京王線上北沢駅の北側に位置しており3丁目側から続く商店街があるが 北側の4丁目の方が商店が多く栄えており、また京王線や和田山駅に隣接するエリアには、スーパーマーケットや小規模のモールなどがあり、商業地域として賑わいを見せる。5丁目は東、西、北の三方を、杉並区上高井と及び下高井戸に囲まれている。なお、町域の内上北沢1丁目が、世田谷西部地域上北沢、桜上水、 八幡山地山地区計画に上北沢五丁目が世田谷区環状八号瀬上北沢五丁目区沿道計画に指定されている。河川については北沢側の水源にあたる。地形的には平坦な部分が多くを占め、北から南に向けて下る傾向がある。住宅地の地下は2018年7月1日の工事地下によれば、 上北沢1丁目22の35の地点で48万4千円平方メートル。上北沢4丁目29の25の地点で62万4千円平方メートルとなっている。旧武蔵国江原郡上北沢村。1889年に松原村、赤包村との合併により、松沢村大技上北沢。1932年。 東京市編入により、世田谷区上北沢1丁目から3丁目。1966年10月1日、住居表示施行により、旧、上北沢2丁目の一部と上北沢3丁目のほぼ、全域を合わせ、現行の上北沢1丁目から5丁目までが、誕生した。残りの旧、上北沢一丁目のほぼ全域と上北沢二丁目の一部は、桜上水となり、 また一部は赤津堤と宮坂に編入し境界整理した。住宅地は関東大震災をきっかけに整備された。手がけた第一土地建物の木村康春は、帝都復興院総裁の後藤新平が台湾総督時代に大正蝶造制を共に手掛けた中で、銅の配置や並木などに類似が見られるという。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。上北沢駅南口地区の大部分が、京王線上北沢駅が2丁目と5丁目の一部は、八幡山駅が4丁目の一部は、桜上水駅が最寄り駅となる。関東バス上北沢5丁目バス停が町域内にある。ほか、上北沢駅最寄りとして、上北沢公園バス停がある。また、 上北沢駅の北口には、杉並区南北バス交通、杉丸が乗り入れる。大きな道路としては、5丁目に環八通り、4.5丁目の境に、甲州街道、2丁目と、八幡山との境に赤包通り、1丁目と、桜上水との境に、高玉水道道路がある。かつて存在した施設。ありがとうございます。